吉祥寺シャッフルは東京都武蔵野市吉祥寺にあるライブハウスである。吉祥寺駅から徒歩2分。走れば30秒。2007年7月7日開店。吉祥寺シャッフル。吉祥寺シャッフルとも呼称される。シャッフルとは日本語で混ぜ合わせるを表し、ジャンルを問わず様々なアーティストに出演していただきたい。今までにないおしゃれなライブハウスにしたいとの願いで付けられた。 メジャー、インディーズ問わず、学生イベントなどにも、対応している。吉祥寺駅から徒歩2分と交通の便もよく、音響設備、照明設備、映像設備が導入されている。ライブイベント、フリースペースあらゆるホールレンタルイベントにも、対応している。2020年コロナウイルスの影響で通常通りの、営業をするのが難しくなる中、3月初旬に、 いち早く配信システムを導入。撮影、配信のすべてを自社スタッフで行い、高画質で配信ができるシステムを構築する。その後、YouTube チャンネル、公式、吉祥寺、シャッフルを開設し、ライブ映像などの様々な動画をアップしている。また、シンガーソングライターアイミョンが2020年11月6日、無観客ライブ、アイミョンストリーミングライブ、 美味しいパスタがあると聞いてを行う。この模様はライブストリーミング配信プラットフォーム Twitch の Amazon Music Japan チャンネルにて無料配信された。ライブ終了後、自身のツイッターでインディーズの頃からずっとお世話になってたライブハウスで歌えて嬉しかった。2015年に初めて君はロックを聴かないを演奏した場所でもある。なんか色々思い出が巡ってきて、ああ。 頑張ろうって思ったとつぶやいている。現在、音楽ストリーミングサービスや、音楽ダウンロード、音楽配信サイトで、当時のライブ音源3曲が視聴、購入できる。君はロックを聴かない春の日、マシュマロ ABCEFHIJKLMNOPRSTUIZ 赤沙汰なわまやら。ありがとうございます。